2017年世界フィギュアスケート選手権は2017年にフィンランドで行われるフィギュアスケートの国際競技会。2016から2017年シーズン開催の世界フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2017年3月29日から4月2日までフィンランドヘルシンキで開催され今回で107回目を迎える。 フィンランドでの開催は1999年大会以来18年ぶりとなる。本大会で、ビョンチャンオリンピック及び2018年世界選手権の出場枠が決定する。男子シングルでは、波乳ユズルが SP5 位と大きく出遅れるが、フリーで自身の持つ歴代最高得点を更新し、2014年大会以来3年ぶりに世界王者に返り咲いた。 さらに、世界選手権2度目の出場となった、宇野昌磨が、SP、FS ともに、自己ベストを大きく更新し、銀メダルを獲得、2014年大会以来となる、日本勢のワンツーフィニッシュとなり、国外開催の大会では、女子シングルも含め初の開挙となった。これにより、男子シングルで、日本代表は3大会連続で、オリンピックの最大出場枠3を獲得した。 銅メダルは前回と同じく、金広仕様が獲得した。前回、世界選手権連覇のハビエル・フェルナンデスは SP で、自己ベストを更新し首位に立つが、フリーで失速、トータルスコアは三百点を超えたものの四位となり、表彰台を逃した。女子シングルでは、エフゲニア・メドベージェワが FS、トータルスコアで、自身の持つ、歴代最高得点を更新し、連覇、2位には、 ケイトリン・オズモンド3位にはガブリエル・デールマンが入り、両者とも自身初の世界選手権のメダルを獲得した。世界選手権の女子シングルにおけるカナダ代表のメダル獲得は2009年大会のジョアニー・ロシット以来である。日本勢は今大会直前に宮原里子が怪我のため出場を辞退、本郷理科が代理で出場し、三原舞、樋口若葉と共に オリンピック出場枠3を狙ったが、最終的に上位2選手の順位合計が16となり、ソルトレイクシティオリンピック以来4大会ぶりに、オリンピック出場枠が2枠となった。ペアは、随分性、半層組が初優勝、2010年大会以来となる中国組の優勝となった。アリオナ・サフチェンコ、ブルノ・マッソ組が銀メダルを獲得。サフチェンコは、 イリーナ・ロドニナに並ぶ、史上最多10個目のメダルを手にした。アイスダンスでは4年ぶりの出場となったテッサバーチュ、スコット・モイア組が SD、トータルスコアで歴代最高得点を叩き出し、3度目の優勝を果たした。2015年、2016年大会組優勝のガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロンは2位となり、3連覇を逃したが、FD では、 歴代最高得点を更新。今大会はペアを除くすべての種目で歴代最高得点が記録された。前回大会の結果を受け、今大会において複数出場枠が与えられた国は以下の通りである。出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、 クリアしていなければ出場ができない。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンス。ありがとうございます。